ひらがなけやき2期生、4人目は富田鈴香。皆さんはじめまして、高校2年生16歳神奈川県出身の富田鈴香です。大好物はトマトで、トマトには砂糖をかけて食べます。今日はトマトがなかったのでトマトのヘタを持ってきました。バラエティ班としても活躍したいと思っているので、こちらさん、澤部さん、よろしくお願いします。そうやって言われちゃうとな、バイバイ、うん、そうやって言ってくる子はあんまりいじらなくてもないんだな。私の特技は早口言葉なの で、ね、今から早口言葉を3つ言いたいと思います。生麦、生米、生卵。バスガス爆発ブスバスガイド、東京特区国家国家。今からラップ調で私のキャッチコピーを言いたいと思います。いやいやいや、タイチの時からワチキはパルピー、イエーいないタイプが来ますね。ちょっとなんか騒然としてますよ。自己紹介をラップ調で。ラップで。いや、なんかワチキって。ワチキはパリピは引っかかるね。しかもだってこの子ニックネームパリピちゃんって書いてある。ちょっとやばい子来ますよ。やばいね。やばい子来ますよ。カーテン開けたくない ね。さあ、それでは早速登場していただきましょう。はい、どうぞ。わちきの頃とくとはね。神奈川県出身の高校2年生16歳富田鈴香です。よろしくお願いします、うん、はい、よろしくお願いします。いいの、そのニックネームはもうパリピちゃんでいいんですか。はい、パリピちゃんって呼ばれてます。友達にパリピちゃんって呼ばれる子ってかなりヤバい子、ね、でもあのうちのグループもね、あの勢いで生きてるタイプ、勢いノリでノリで生きてるね、ノリのタイプがいるからね。そうだ、うん、あ、だからそうか、だからひらがなけやきで自分と一番似てると思うメンバー高本だって。あら、ほらやっぱ高本が、はい、合いそう。あ、ちょっとノリで生きてる感じが。ノリで、そう言われてるよ高本。でも私現役じゃないんで。あ、引退されてるんです、もう。そうか、隠居。せっかくなので得意のラップで澤部さんへご挨拶。それではじゃあラップいきます。お願いします、はい、よよ、憎めないルックス、めまいする、欅って書けない MC 澤部さん、素敵な頭部。あ、ごめんなさい、もう一回。いいよ全然いいよ。素敵な動物って言ったの。素敵な頭部、頭部か、あ、頭部か、頭部ね、動物。いいよいいよ。よよ、憎めないルックス、めまいする、欅って書けない MC 澤部さん、素敵な頭部。あ、待って、もうそっから先いつも出てこない。素敵な頭部、素敵な頭部だと思ってないんじゃない多分。だからつっかえちゃうんじゃん。ラスト行く？もう一回大丈夫？歌詞。いや大丈夫です。大丈夫？よよ、憎めないルックス、めまいする、欅って書けない MC 澤部さん、素敵な頭部、予想外のジョーク、これからお世話になりますよ。いやー、なかなかハードの強い子ですよ。確かに、ね、ラップ作ってきたんだから発表させてもらっていいですかってやるんだから。でなんか富田さんはあれなんでしょ、握手会行ったことあるんでしょ。はい、握手会行って守屋と、はい、守屋さんも行ったことあるんですけど、他にも加藤さんと、あと石森さんと渡辺梨沙さんの握手会に行ったことある。あ、行ったことあるんだ。そんなに行くの、はい、本当に好きだから、はい、もう守屋は覚えてる。あ、はい、うん、覚えてます。嘘じゃない、嘘が下手だ。守屋とどんな会話はした？あ、そうなの、その会話が、うん、なんかどうしてそんなに綺麗なんですかって聞いたんです。そしたら努力だよって。部活とかは？美術部です。美術部、うん、で富田は帰宅部だろうな。だろうな、パーティー行かなきゃいけないから、ね、そうだね、早かったねやっぱりね。私ですか？違う。違う、お前は普通だった。違う。いける？もちろんあります。あるんかい。すげえなこいつ。富田によるお正月ラップです、どうぞ。ミュージックスタート。
明けましておめでとう。今年はてっぺんまで飛び立とう。まだ見たことないものだけが見たい。行こう向こう飛び足の雲も突き抜けて。ちなみに余談ですけれど、去年2月まで伊達巻き食べてた。そろそろ伊達政宗にありそうなアイドルだけど、今年もよろしくね。大きくね、育っていけたらいいね。まだまだひらがな高校いい。何がすごいって、はい、ハンディさんが一番乗ってこうやってプロですね。大変ハンディさん。プロですよ。いやすごいわ。よかった。どうだった？あ、ちょっと今日は失敗しなかったです、ね。失敗しなかったね。あ、よかったよかった。確かに仕上がってたね。はい、伊達巻きのくだりは何ですか？伊達巻きがすごい好きなんですよ。伊達巻き毎日食べてました。伊達巻き2月まで毎日食べてたから、伊達政宗になりそうだなと。おお超面白いじゃねえかよ。これは。どうだった？よかったよ。博士どうだった？さすがうちのパリピちゃんだなと思って。評価高いね。富田ありがとうございました。ありがとうございました。2018年、さすがに最初に紹介してもらいたい人。はい、すごい。いいね。富田さん立っちゃって立っちゃって。あ、これこれを求めていたのよ。1期生と随分違うね。1期生は絶対春日に紹介してほしくないって、うん、そうだけど絶対嫌なんだって。紹介してほしいんだね。あ、これは嬉しい。覚えてきた甲斐があります。じゃあ富田君からいきましょうか。ありがとうございます。すごいね富田さん。神奈川県出身、高校3年生、富田鈴香です。最近ハマってることは厚焼き卵を研究することです。ひらがな推しでは何でも挑戦していきたいです。よろしくお願いします。彼女はね、でもね、立ち上がる理由も分かるのよ。なんで？あの、あだ名がね、パリピちゃんだから。ええ？ね、そうなんですよ。パリピちゃん。パリピなの17歳で。キャッチフレーズが、胎児の時からワチキはパリピっていうね。もう多分もう皆さんご存知だと思います。あれだね、明るいんで、とにかく。あ、みんなの前では。あ、みんなの前ではね、二面性があるわけね。そうなんですよ。で、好きな食べ物がトマトでね。そうなんですよ、うん、はい、嫌いな食べ物が、ピーマン、インゲン、ゴーヤ、ナメコ、しめじ、マッシュルーム。もっといっぱいあるんですよ。まだあるの？もう緑系が大嫌いで、ほうれん草とか、あら、あと緑系のなんかありますか？お前が出せ。厳しいな。葉物だよね。あ、キャベツとレタスは好きです。あ、うん、じゃあ例えば春菊だから。春菊は食べたことない。外してんじゃない。難しいな。だから好き系はちょっと多いですね。緑系がね、多いですね。そうそうそう、はい、特技いきましょうか。じゃあね、特技、うん、何いきましょう。自己紹介ラップを。いいじゃん、ね、ラップ相談できるんだもんね、はいはいはい、新番組の意気込みと自己紹介を。え、それフリースタイルでやるってこと？いやー、まあそうですかもしれないですね。今考えました。すごいね。でも若林さんも結構ラップね得意だから。そう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 、得意じゃないけど、別にライブでね、嬉しいです。なんかミュージシャンの人とコラボやったりとか。いや、でもすごいことだと思うよ。そうよ、前のほうがとりあえず絶対心の中でちょっと舐めてんなって思ってますよ。ゼロじゃないですか。そんなことは思ってないよ。そら大丈夫よ。17歳の子思わないです。いきましょうか。じゃあではミュージックスタート。ヨー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 、胎児の時からワチキアパイピ、そんなキャッチフレーズ、そろそろ恥ずかし、ハテナ交じりのプライバシー、長ったりしい説明は後にしておこう。滑りまくりに規制の問題児、なりたい清楚キャラ、 I wanna be、 釣れない奴らには興味ない、ついてこれる奴だけ follow me、 ひらがなケーキの未来に万歳、千秋万歳、君の瞳に乾杯。めっちゃ完璧でした。よかった。完璧だったね。ありがとうございました。はいはいはい、若林さんいかがですか？自分で作ったのこれ。自分で作りました。すごいじゃないのよ。覚えてきちゃった歌詞。会議の時から私はパリピ。ワチキです。ワチキ。ワチキね。どうでもいいわそれ。続いて春日に紹介された人。はい、いいね。いや、ちょっと富田やっただろ。やっただろ。手挙げるのは勝手だけどね。一番真ん中がいい。いや、私が一番真ん中がいい。なんでパリピちゃん。つばぜり合いになると思わなかった。いや、じゃあ、ね、いや俺真ん中行くよ。じゃあ私真ん中いいですかね。いやいや、俺が真ん中行くよ。いや、俺が、あれ、あ、私が、いや、ダチョウクラブのやつがやった。今見かなかった。
うまくいかなかったね。あとは大体で大丈夫よ、うん、一番端さ、はい、私走ったんで真ん中挟みます。うん、じゃあ、いいよ。続いてこちら行きましょうか、はい、これ松田君と同じカバー、同じね、うん、これ誰だ、はい、ほうほうほう、いらっしゃい、はいはい、じゃあたまたま同じなんですか。同じじゃないんですよこれ。え、違うの？こっちの方がちょっと安いです。あ、そうなんだ。あ、そうなの？同じに見えるけどね、裏地が違うんです。裏地が違うんだ。なるほどね。なんか富田の方が汚いよね、カバーなんか汚いし重いのよなんか、ね、何が入ってんのかなと思ってたらさ、うんうん、いいですか、はい、うわ、え、さ、ペットボトルがさ、何これ2本も入ってんの。何これとさ、これはいつも持ち歩いてます。これ重い、遭難してんの。1日2リットルを1本飲むって決めてて、自分の中で。じゃあ2リットルでいい。いやでも2リットル以上飲めたら飲もうと思って、うん、なんでそれは。あ、健康のためにです。重いでしょ、でもこれで。いやでも運動にもなるんですよ。あ、そう、肩痛くなりそうだけどね。あと、うん、このね、本なんですけどね。本はね、頼むよ、うんうん、アイドルっぽいやつね。まあさすがやっぱりね、パリピだなっていうことでね。はいはいはい、こちらフリースタイルラップ。フリースタイルラップ、新ペーターだぞ。フリースタイルラップの教科書結構読み込んでます。結構読んでるじゃん。ここが挟んだよな。ちょっと見せて。そこでちょっと止まってます。あ、ここまで読んだってことね。とりあえずディスれと言われたら、まず最初は見た目からのところが読んだわけね。これどう、読んでてフリースタイルできる感じになってきてんの、うん、あ、でもそこまでしか読んでないので、まだ、うんうんうん、ちょっと春日のことディスってみてよ、ちょっと。あ、ね、見た目、うん、やってみようよ、ちょっと見た目から。おいおいもんでね、春日、なんだよその薄いベスト。似合ってねえんだよ。違うよ、返さなきゃいけないのよ。言われたら悔しい。いや、フリースタイルは返さなきゃいけないのよ。あ、そうなの。そう、いや、私もちょっとやり方わかんないから。本読んで勉強しますわ、私、ね、だどうやって返すか、俺が見してあげるから。じゃあ、富田、俺のことです。なんだよ、そのハンカチみたいなの、ポケットにゴミ入れてんじゃねえよ。泣いてんだ。泣いちゃってんだよ。コンビで流されて、17歳でこれなんでおじさんが流されてんだ、2人とも。こうするしかないじゃない。まあ、いや、面白いな、これでも、うん、なんだよこれよ。ちょっと待ってくれよ。なんで伊達巻きが入ってんだ。なんだこの子は。伊達巻きがディスられるぞこれ。いつも入ってんだよ。伊達巻きやろうっつって。で、1個食べてるし。伊達巻き好きだな、おい。なんで3つも伊達巻き持ってんねこれ。で、捨てなさいよ1個食べたら袋を。なん、大事に記念として取ってる。記念マイクにしてんの、フリースタイルの時の伊達巻きを。それはしてないですけど。それは分かってるわ。ちょっとなんか汚いわ、富田。ちょっと物多いな、首都高ドライブのマップとか。あ、私高速道路めちゃくちゃ大好きで。これ結構そうなんだ、開通。これはこの晴海線が開通する。この間晴海線が開通したって言って歩くイベントがあって、そう、歩いてきた時にもらったやつ。あ、参加したの、はい、人が歩くイベントに、はい、そうなんです。え、どこの高速が好きか、ちょっとラップで教えてよ。ちょっと、はい、やっぱり一番は東名の高速道路。な、何が。普通に会話すんなよ。なんか言い踏んだりこの後するんで、何がいいのよ。ダメだから聞いて。言ってもらっていいの、ちょっと。どういうリズムで言う。パンが食べたい、パンになりたい、パンパンパン。歌かもしれないね。こうどういうリズムで言う。パンが食べたい、パンになりたい、パンパンパン。これはラップですね。フリースタイルだよ。返せ返せ、フリースタイルで。そんな。言われてるぞ、パンパンパンって。伊達巻きになりたい。俺は伊達政宗になりたい。伊達伊達伊達。なんだ、話変わっちゃってんの。お前伊達政宗になりたいな。絶対嘘だ。そんな気ないだろ。伊達に引っ張られた。続いての挑戦者は富田。私は、まあ、毎年お正月に、うん、まあ、お神社に行くので、はい、大丈夫だと思います、ね、なるほど。いや、結構大体行くよ。初詣大体行くよ。初詣を欠かさない富田はサーモンをチョイス。
それでは行きましょう。いただきます。どうだ、わさびが激辛かどうか。富田はどうだ、うん、大丈夫か、うん、富田さん続くね。残るサビ抜きはついに一貫のみ。この状況に富田がトライ。いきます、行こうぜ。さあどうだ、えどっちだ、どっちだ、富田耐える、富田アウト。バラエティバケツ富田真ん中では吐くな。見たことない真ん中で吐く人。あー、よーいスタート。ですね、みんないい顔してますよ。早い、早い、早い、カード持ってくの早い。え、違うんです、鼻に入ってきました。なんで入っちゃう。え、なんか全然違うんですよ、あの舞台の暇な時に入ってんのと。あー、影山も早い。あ、いいね、タオル持ってくるスピード早いね。でも富田がすごいですね。この顔から微動だにしてません。あ、出た、富田も出ました。ひらがなチームの合計は1分29秒。もう面白い会話が聞こえてきたんで。そうだよな、もっといけました。ひらがな推しのスタジオの会話面白いもんな。ちょっと富田これだ、これ2分7秒いっちゃうから笑かして。ちょっと春日さん、頭のスタイリング剤取れてきてますよ。大丈夫ですか。これは笑っちゃうよな、春日も。春日さん、ひらがな2分7秒したが、春日さんのタイム1分4秒でございます。続いては、はい、富田くんいらっしゃい。はいはいはい、富田鈴香の妄想未来ヒストリー、イエーイ。まず私は18歳、はい、うん、車の免許を取り、はいはいはい、〇〇の旅をする。若林さん何だと思いますか。高速道路逆走の旅。危ないですね、近いです、近いです。近い、はい、うん、あ、高速道路で日本一周の旅をするんです。そんなしたいんだね。でもこれは母の運転で。え、お母さん大変でしょ、日本一周。私は助手席が好きなので。免許取んなくていいじゃない。で、なるまるのイメージキャラクターになる。何だと思いますか。あ、はいはい、渡辺伊達巻き。だって近い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 。影山さん、うん、フリースタイルダンジョン。おお、近い近い近い。何何何、近い近い。高速道路会社の。近くないじゃん。全然近くないよ。高速道路会社のイメージキャラクターになって、うん、ネクスコ中日本とかで、はいはい、あるよね、工事中ですみたいな CM があるじゃないですか。ああいうのをちょっとやってみたくて。CM でラップ調で。もう頭に浮かんでんな、そのラップは。そうですね、ちょっと今考えてて、ちょっとちょうだいよ。これが良かったらもうなんか CM で流してもらおうかな。決まるかもよ、これ見てる人が。あ、やった。じゃあちょっと一回やってみていいですか。やってやって。ヨーヨーヨー、5月8日から7月13日まで中央自動車道、中津川インター、園原インター間絶賛工事中。ちなみに私絶対見てます、毎週乃木坂工事中。期間中道は通れない、人力車使っても通れないよ。大変ご迷惑をおかけしますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。ヘラヘラすんな最後。申し訳ない感じでやれ、もうちょっと。そうだよ、こうやってちゃんと礼するだろ。そうよ。それでは妄想未来ヒストリーへ戻ります。次、46歳、46、アイドルを卒業して丸々として活躍。おお、誰か分かるメンバーいるかい。うん、まあ、日頃からこんな言ってるとかさ、うん、いなそうなのでめくりますね。早いな、決断。じゃん、おばさんアイドルとして活躍。アイドルはアイドルなのね、はい、なんか土曜のお昼の散歩番組っていうので、おば散歩っていうのをやりたいんです。おば散歩っていう散歩番組。ただの散歩だろ、おばさんの。おば
さんっ子しょっちゅう見るわ。一人じゃ寂しいので、うん、おばさんっ子トリオとして、うん、あ誰とやりたいの？まず一人目は浜岸日和、はい、浜岸日和は地図があっても絶対に迷うんですよ。あ、そうなの？あと一人は川田ひな。いっぱい食べるんですよ、うん、だから食いしん坊キャラとして、はいはいはい、ちょっと見たいな。3人でどういう番組か感じだけでも見たいわ。あーね、見てあそこにあれロールケーキ屋さんあるよ。あー、おいしそう。ね、どうする？ね、どうする？食べよう。カランコロン46歳なんじゃ。あ、ママ久しぶり。ママいらっしゃい。恐ろしい。この間知り合いできたって言ってたじゃん。悩みすごい持ってる人みたいな。あ、浜岸さんね、常連さんなのよ。そう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 、呼んでみてよ。あ、ちょっと電話してみるわね。もしもし、若林さん、お仕事終わったかしら。彼女募集中だったじゃない。ちょうどフリーの3人組が来てるのよ。早く来てちょうだい。あれ、撮影ママ、待ってたわよ。あ、映っちゃう、映んない方がいいから。来て来て来て、大丈夫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 。全員なんかもう独身、うん、46歳独身。46歳なの。え、今何歳なの？69年だから。なんだこのクソコラボ。そしておばさんアイドルとしてブレイクを果たした富田は激動の40代を過ごし、こたつの中で安らかに眠るそうです。続いての挑戦は富田鈴香。私はの頃からパリピなんで、絶対に飛べます。ああ、いざパリピ。あと、うん、これ私が飛んだら、うん、若林さんに渾身のラップを披露してもらいたいです。いいよ、渾身のラップを。誰が OK 出したの？ファーストアルバム走り出す瞬間、たくさんの人の耳に届きますように。パリピー、うん、行け、もうパーティーみたい。結構アグレッシブな飛び出ししたね。臆することなく飛び出した富田。パリピ魂全開で空に舞った姿はまさに男前。ということで見事バンジー成功したので、若林さん渾身のラップをお願いします。じゃあラップで、まあ、軽くね、軽く、まあ、感想というか、まあ、ひらがな富田バンジー飛んだ。ポンポンポン。富田笑顔で、富田ファンが見てるよ。富田腕を組まない、ほら富田、うん、手を振ってあげてよ。サトシ富田手振って、富田手を振っていいですか。探ってる探ってるね。さあどれ行く。座っちゃったら好きなのに座っちゃっていいんだよ。好きなの、そう、いや、チームメイトだから。チーム、チーム。でかいの一番。父もやだよ。絶対ファンなの。これやっぱ椅子取りゲームは椅子取りゲームだから、先に座ってた方の人になりますよ。実は全てのゲームでヒットしている一番の席。もちろんそんな席と交代する気などあるわけなく、泣く泣く富田は一番の椅子にピットイン。さあ生き残るのは一体誰だ。電流が流れるのは、私はママも、私はママこの椅子だ。この椅子だ。これ死んでんのかこれ。一人でも動かない。富田？あ、動いた。富田、お前生きてるか。一回死にました。死んでた。よく戻ってきたな。ありがとうね、戻ってきてくれて。この勝負に挑むのはヤングチーム富田、アダルトチーム斉藤。それでは相手に一言かましてもらいましょう。京子さん、その絵ナルト描いてるんだと思うんですけど、伊達巻きにしか見えないですよ。あ、これは決まりましたね。これは斉藤にだいぶダメージあったと思うんですよ。じゃあ斉藤、富田に一言お願いします。
ビビリビビビリビイビスガバンブガバタマのおでこぼっちみでガバンババリミマます。ここでバビ語ですよ。聞き取れた人いる今なんて言ったか。佐々木君ビリビリ椅子できなかったのでこっちで頑張ります。なるほど。うわ、よく聞き取れんね。ちょっと気持ち悪いですけどね、聞き取れんのが。果たして勝負を制するのはどっちだ。よーい、始め。そう、引いたり、そう、あ、いや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 、いやちょっと斉藤ちょっと余裕すらあったような感じだったけど、うん、軽かったです。軽かった、はいはい、最初良かったけどな富田な。あれもしかして死んでんのか富田死んでた。一回死んでました。いやいいよそれもうすぐ死ぬな。エジプトだってちょっとラップで伝えて、それラップで。ちょっとラップということでまた次回お会いしましょう。トミさん、何何お邪魔女奴隷、すごいね、フルですよ、フルで。で最初の人はトミタです。トミタのね親御さんが教えてくれた取説はこちらです。パリピだけどクソ真面目。真面目なんですね。これお母さんが言ったらダメじゃないですか。まあ俺たちもパリピでようやくこう入ってきた感じだからそうだね。お前がこうラップとかしてる時ちょっと心が痛いよね。すげえ考えたんだな、練習をすげえしてきたんだなみたいな。パリピキャラとかラップキャラで行きたいっていう感じです、親御さんが言うにはよ、はいはい、でもあの実は突発的な振りとかアドリブはとても苦手ですと。だからできれば事前にネタを考える打ち合わせがあると助かりますということで、そう、なるほど、俺たちも2時間早く入らなきゃいけない、お前のためにリハしないとな一緒に。あ、真面目なんだ。いやでも真面目というか普通ですね。普通の女の子なんですよ本当。変えたらキャラ。いやでもそれだったらもう埋もれちゃうんで。そんな生々しい話になると思わなかったけど、まあパリピでいいのね俺たちは、はい、全然。ただ打ち合わせがあった方が助かる。はい、お願いします。じゃあ早めに入りますわ。1時間ぐらい入るの全員。私5分で上がります。富田お前体洗わないもんなお前な。髪だけだもんな。オケでもザバーっと終わるな。ダンツって言ってもう一回。あーなるほど。なんかもうお風呂に入るっていう儀式がもう本当に嫌いなんですよ。儀式じゃない、儀式だと思ってて。儀式なの俺たちがやってることって。ボディーソープシャーってやってもうこうやってもう終わりそう。こうやって首と脇だけ富田123でやってて OK でザンだ。それを5分。それが通称富田シャワーですよ。このゲーム自信あるよって人いますか。うん、2期生はどう。2期生いっとかないと負けてるぞ。誰かいける人いるの。何ポイントもらえますか。え、なんだよお前、ポイントによって出るやつなの。だいたい富田なんだよ文句つけてくるやつや。ポイントは変わらないですけどね。これでも1期生次第よ。いきなりね俺たちが決めることじゃない。勝ったら2ポイント欲しいとかそういうこと。富田、うん、私お前だよ、お前が言ってきてんだろ。そうだよ富田、頼みなさい。何ポイント欲しいのよ。2ポイントください。断った方がいいんじゃない。結構接戦だよ多分今。せーの、それやめろ。そういうことじゃないんだよ。運以外で頼むわ。2期生泣きの延長戦、富田を迎え撃つは井口。私は息が臭いから覚悟しといてね。どんな宣言なの。怖え、最強じゃん。このゲームに関して最強だよ。そしたらお前アイドルだろ。アイドルかっこ仮笑いです。もう仮の上に笑われちゃってんの。富田生かしてやる。歯磨け。ドリフじゃねえか。ドリフの終わり際じゃねえか。
2期生逆転の足がかりにしたい富田、ゲームマスター井口を撃破できるか。それでは行きましょう。キックオフ。おおいいよ、いい勝負、いい勝負、ああいい勝負、いい勝負、ああいい勝負、ああやばい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 、ダメよ、顔でガードし、ダメよ、顔でガードしちゃ、ちょっとちょっとちょ、これフリーキックじゃない、フリーキック、これフリーキックだな。優勝候補井口選手がまさかのファール、富田のフリーキックで試合再開。ということでこの対決は富田に軍配、相関が肝となる対決だが、まずは1回戦、柿崎 vs 富田。よいつもラップ得意とか言ってるけど、よしか言わないくせに、今日はそんなパリピを倒します。おお言いましたね、うん、じゃあ富田よし、こっちもこっちで大変なんだよ。認めたんですね。痛いところを疲れた富田だが、勝利なるか。発揮よい、駆け引きよ、駆け引きよ、そうよ、駆け引き押したり、そうそうそう、駆け引き、上手いじゃん、駆け引き、そう、感じて感じて、そう、あー、掴んだ、何よ、掴んだ、おー、危ない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 、エミやばい、エミやばい、あ、動く、あ、危ない危ない危ない、ハッキーよ、ハッキーよ、残った残った残った、あ、残った、投げ投げ試合だぞ、負けるぞ、止めたい、これは大相撲になってますよ。あここで100ポイント最後のこれ大縄跳びやんだけど、100ポイントとかにしないと嫌でしょ、ね、勝てないよ、ないもん、そうじゃないと。100ポイントしてほしい、15ポイントじゃない、一応ならない、お前何言ってんだ、お前ビンタするぞ、お前やめなさい。あら、いなやくすずかちゃんじゃない、待ってたわよ、ママ、あら、いらっしゃい、スタ知らないの、すみません、ひらがなけやきっていうアイドルグループの富田鈴香ちゃん、ほらひらがなけやき、ほらあの若ちゃんのさ親友の若林さんが MC を務めてるひらがな推しに出てるひらがなけやきのアイドルの富田鈴香ちゃんよ、なんかやってるってのは聞いたけど、そうよそうよ、ほら顔、本物はやっぱ可愛いスターなのよ、顔の大きさが違うわね、うん、なんかもうここが尖ってるわ、確かにさ人気なんだね、そうそうそう、あ、そうか、あ、何飲む、あ、どうしよう、何がある、うん、オレンジジュースと、あ、じゃあオレンジジュースで、じゃあオレンジジュースね、花もお願い、はい、なんでこのスナック知ったの、17歳で、なんか先輩に井口真央さんって方がいて、その方が紹介してくださった、この店をね、じゃあとりあえず乾杯してパリピになろうか、乾杯乾杯はい、乾杯の後ってパリピはどんなことするの、うん、ウェーイっていや、そんなもっともっとすごいと思うよパリピだったらね、そうよ、そういうなんか温度とか取ったりすんじゃん、飲んでる時、それで鈴鹿ちゃん今日はどうしたの、あの私すごいモノマネが得意なんだけど、そうなの、なんかモノマネ披露する場所がなくて、うん、かモノマネ芸人になるかちょっと迷ってるんだ、モノマネ芸人になるか、そう、モノマネ芸人、アイドルじゃなくて、どういうのができんのよ、でも一番得意なのは、うん、なんかあのサザエさんの花澤さんのモノマネなんだけど、はい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 、ちょっと聞いてほしい、うんうん、聞きたい、いまーす、磯野くんすごいどうえ、どう、ね、うまいんだけど反応に困っちゃう感じよ、そうね、うん、もう一個面白いのなかったっけ、もう一個面白いの、歌モノマネも得意で、うん、結構いろいろ、なんか平井堅さんとかよくやって、なんか楽屋でやるとすごい盛り上がるんだけど、うそ、あのステージに立ってみたら本当にじゃあ行くね、うん、じゃあすごい、行きます、帰り道の犬の鳴き真似、あの日の本音、君の寝言の話ありがとう、いいじゃん、いいじゃん、いや
マッサー今似てたよね。似てた。いいじゃん。あんまりいないしね、平井堅さんを女性でやる人は。私これが一番好きね。本当に嬉しい。その。うん、あの平井堅さんとか新しいのがあればどんどんやっていこうと思ってんの？そうなんですけど、でもなんか言われたら結構モノマネできて、なんかだから楽屋とかではすごい言われたらできるってすごい才能じゃん。じゃあ桑田佳祐さんとか言われたらサザンオールスターズのできんの？できないです。いやすごい人参ぶら下げといて。世代じゃないんですよ。あ、最近の人なら、最近の人ってできるっていうこと？はい、あ、でも最近、うん、オードリーさんっていうお笑い芸人さんが、うん、とても流行ってるわけじゃなく、長く人気らしいんだけど、ブームとかじゃなくて永遠人気らしいんだけど。流行ってるわけじゃないのね。ブーム末永く人気らしいんですけど。出てるんだ。そう、誰しもが知ってると思うんだけど、できる？ああ、じゃあ若林さんのモノマネ。見たい。春日の方じゃないの、モノマネしやすいのは。若林の方やるの？はい、若林さんのじゃあ笑い方のモノマネ。なんだろうな。でもいいですね。妨害もあったりとか、ね、なるほど、ああいうこともあるんだ。妨害もあるんだ。ただでも妨害した方はちょっとブリッコから離れちゃいますから、難しいところだよね。その合間を縫ってというなるほど。あ、これ王道だね。あ、いいですね。アイドル雑誌とかで見るわ、こういうの。2人でね、はいはい、富田が一番上の段を外して重いっていう女子アイドル。これはいい。手伝ってくれと。男子手伝ってくれって誘ってんのね。うまく使ってますね。いいね。さあ行きましょう。行きましょう。ブリッコさんが微笑んだ。おお。あと今度は？今度は富田が。あ、口紅ですか、これは。口紅ですね、これはね。なるほど、ちょっと大人になりましたね、リップからね。紅を引いている。ブリッコさんが微笑んだ。これとりあえずリップと口紅の戦いが、ちょっと後ろが全く見えなくなっちゃった。微笑んだ。2人目は予選で渡辺と張り合っていた富田鈴香。果たしてどんな妄想で春日をドキドキさせるのか。タイトルは恋のサービスエリアです。どうぞ。はい。うわ、今日仕事で大きなミス。最近ミス続きで上司には怒られるし、仲の良かった同僚にも白い目で見られるし、今夜はクリスマスイブだっていうのに、もう散々。大丈夫だよ。話してきた。大丈夫。行った。もう最悪。そうだよね。欅通りまでお願いします。欅通りですね。私はその声を聞いて驚いた。だっていつもこの場所で私を拾ってくれる運転手さん、私が密かに思いを寄せる春日さんだったから。足大丈夫ですか？見てたんですか？でも大丈夫です。私意外と強いんで。それはよかった。では出発しますね。お願いします。なんだ、帽子が後ろなんだ。せっかく春日さんと出会えたのに、なんでこんなテンション最悪なんだろう。私の運勢どうなってんのよ。金かかってんな。バカ。今高速の出口過ぎましたけど。はい。はいって。すごい。着きましたよ。着きましたよって、ここサービスエリアじゃないですか。この景色ね、綺麗なんですよ。本当だ。いつも何か悩んでる時とか落ち込んだ時、
ここに来るとなんだか気持ちが落ち着くんですよ。まるで私が落ち込んでるのを知っていたかのように春日さんはそう言った。誰しも成功ばっかりの人生じゃつまらないですよね。春日さん。え、あ、名前。いやすみません、あのそこに書いてあるからつい覚えちゃって。すみません。いい。あの助手席行ってもいいですか。え、あ、いい、助手席の方が景色よく見えるかなって思って。あ、どうぞ。ラタツナゴイ。春日さん。え、ネクタイ曲がってますよ。私の恋のクラクション鳴らしていいですか。どういうことだ。はい、終了。帽子はどうにかならなかったですかね。いや帽子が、いや別になんかそのふざけてるわけじゃなくて、はい、入らないのよ。入んないの。その美穂渡辺の時のあいつの将来みたいな感じ。あいつです。怖くなかった。ちょっと、ね、勝手にこれ全部私が全部考えました。書いたんでしょ。これは理想っていうか、はい、こういうことあったらいいなと思ってんだ。佐々木どうだった。森の中とか連れてかれちゃう。あったあったあった。そんなわけないじゃん。そしてもう一人は、はい、富田くん。ええー、じゃないよ。待って、私これ本当に19になったらひらがなけやきやめちゃう。やめて。いや、そこまでのもんじゃない。何言い出してんだよ。ラスト2位の発表です。富田くん、富田でも最後だったらもうやめようって言ってたけど、もう一個上だ。上だよ、よかったじゃん。やめないね。やめません。よかったわ。うわ先生。19年はですね、やらないといけないこととかやるべきことをですね、こう後回しにしてしまうことが多くなりまして、うん、まさにこれがあの現実逃避を、している状態になってしまいます。ああそれダメだ、よくないよ。なぜこう18位のここで待ってる状態なのかというと、今これは自分は無理してるなと思うことはもうやめてしまって、それをこう捨ててしまえば、総合のトップの可能性を持ってる人なんです。なんかあるか。もうちょっときついなと思ってること。パリピキャラ。そういうのか、あれパリピをすぐさま捨てなさい。どうパリピ捨てるっていうのは、うん、いや結構きついもので、なんか私もそれを捨ててしまったら、うん、もう自分には逆に何もなくなってしまうんじゃないかって思っちゃってるんですね今。いやで捨てよう、うん、次は逆に何キャラで、うん、どんな感じのキャラでいけばいいか、それやってもらってみましょう。それも出るんですか。出ますよ。ああなるほど、これワールドと言われるカードで、タロットカードで最もいいカードなんです。ただあの正位置やった場合なんですね。なるほど。これがあの逆位置になってまして、あの経過がうまいこといかないとか、まあ、ネガティブな部分なんですけど、逆にそれをパリピでこうポジティブを出してたんですけど、次はネガティブを出すことなのかなっていう。両極端なやつだ。パリピキャラからネガティブキャラへの転身、一度お考えいただければと思います。